に味方した、甲賀の地侍五十三家のことであり、後の甲賀流人術の中心となった家々である。甲賀五十三家のうち、三雲、和田、沖、池田、青木、山中の初家は大見で、六角市の観音事情の財番を務めた。各加盟の後に、同族集団の加盟を付した者は、甲賀二十一家を示すが、異なる加盟を入れる場合もある。持ち月や筆頭を書く。 品濃国策軍、も月の豪族、も月氏一族の一部が黄河に移り住んだことから始まったともされる。一族の著名人物として、も月出雲守、も月吉宗、も月づ兵太夫、も月づ洋右衛門がいる。も月出雲守の急遽が黄河流忍術屋敷として残る。山中屋著名人物として、山中俊房、山中長利、山中春光、 山中十太夫、山中春城、山中利政がいる。代々にわたって、鈴鹿山慶子役を務めた、友野や大友氏の末裔と言われている。鎌倉御家人の家柄で文家筋として、大原や、上野や、北家がある。本拠地は、友野中山町。一族の著名人物として、友野長信、友野御平がいる。濃部屋菅原家の末裔と言われている。 子孫を名乗る人物に、三延辰吉、三延良吉、三延洋次、古今亭新章、古今亭新長、池波氏の三延忠志功、三延正志、三延直彦、三延優、三延達弘がいる。黒川や一族の著名人物として、黒川義郎がいる。黒川隆、東宮や大野や岩室や芥川や一族の著名人物として、芥川七郎兵。衛。 芥川聖衛門、芥川黒左衛門がいる。沖家佐治家一族の著名人物として、佐治三郎がいる。神保や大河原や大原屋一族の著名人物として、篠山影春がいる。和田屋一族の著名人物として、和田これ政がいる。上野家広報家地、田屋滝屋引く滝屋の一族であるとする説に、中村和二、滝寛八、滝日高みなどがいる。 ウカイアナイキカハ小泉や倉地ジアナツ一族の著名人物として夏美ミカスケがいる。杉谷や一族の著名人物として、杉谷全自亡がいる。ハリケ小川や大久保や上田や野田や岩根や一族の著名人物として、岩根寛兵衛、岩根人材門がいる。新城や青木や宮島や杉山やカツの家三雲家、一族の著名人物として、三雲聖持、 三雲成長がいる。牧村や八田や高野野城山家鉱山家鉱山、平上と高山右近はこの鉱山家の出身とする説がある。森田やギガヤトリーや平子やタラオやタラオミツなどを輩出。土山家三条家相場や一族の著名人物として、相場、川内守がいる。長野や中山家木戸2006、P47。ありがとうございます。